2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争から半年以上が経ちました。日本のメディアでは戦況が伝えられることはかなり少なくなってきましたが、もちろん今でも激戦が繰り広げられていて、その戦況は世界情勢にとてつもない影響を与えるものです。特に今、各地ではロシア軍が撤退を強いられ、多くの町や集落が奪還され、戦況が一気に動いているんです。反転攻勢を強めるウクライナ軍は、今月に入り8000平方キロメートルの領土を取り返したとされています。そこで今回の動画では、ロシア・ウクライナ戦争の戦況を交えつつ、ロシアが追い込まれ負けることになったら、世界で何が起きるのかを考察していきます。最後までご覧いただければ、日本のメディアでは報道されなくなってきたロシア・ウクライナ戦争の本当のリスクが理解できるようになり、投資やビジネスでも役立つこと間違いありません。このチャンネルではそういった情報を配信しております。少しでも必要な情報だと感じたら、どこのチャンネルかわからなくなる前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ウクライナ軍は南部、とりわけヘルソン州で本格的な猛反撃をしたかと思いきや、北東部のハルキウ方面でも猛攻に転じて多数のロシア兵を追い込んでいます。多くのロシア軍部隊は持ち場を放棄して撤退していて、白旗を上げる様子が SNS に投稿されたりもしています。そして、軍事的に重要な拠点となる要衝イジュームをウクライナ軍が奪還したとの報道が伝えられています。この町が奪還されたことで、ロシア軍が進めてきた東部の軍事作戦は全面的に見直される可能性があり、ロシアが開戦以来主張してきた勝利は相当に怪しくなってくると言えます。このまま反転攻勢が続くなら、ロシア軍はこの戦争に敗北し、プーチン政権はもちろんのこと、ロシア連邦自体が崩壊して国土がバラバラになるという未来も絵空事とは言えないでしょう。しかしながら、そうした苦境に陥ったからこそ、ロシア軍の次の一手が危惧されます。なぜなら、プーチン政権とロシア軍の上層部に、この戦争に敗れた後に待つのは、おそらく最も悲惨な末路だからです。自国の兵士の半数をすりつぶし、他国の兵士や民間人を拷問し、略奪、殺戮を繰り返した上で、戦争に敗れてしまった指導者層が敗戦により権力を失った場合にどうなるかは歴史を見ても明らかだと言えます。ロシア軍はもうタガが外れたようになり、原発への攻撃が繰り返されるようにもなりました。一部では電源が喪失してしまい、深刻な原子力事故も懸念されています。ロシア軍は原発周辺への攻撃はウクライナ軍の仕業だと主張していますが、自国の原発を攻撃する軍隊があるとは思えませんし、仮にロシア軍の主張の通りとしても、原発にミサイルが直撃して電源を喪失するような出来事が連続して発生するということ自体がこの戦争の異常さを物語っています。一歩間違えれば史上最悪規模の大規模な原子力災害が発生して、欧州、中東、中央アジアまでという地球の広範囲が核物質で汚染されて居住も生産も不可能になるという史上最大級の悲劇になりかねません。数千万、数億の命が関わることになるわけですが、それでもそのような未来が来たとしても、この戦争に負けるよりマシだと考える人たちがいることを忘れてはいけません。また、ウクライナ軍は反攻作戦で南部ヘルソン州を落とした上で、クリミア半島に攻め込むつもりだと重ねて宣言しているところです。もちろん、ウクライナ側にとってクリミアはウクライナ領であり、この半島を奪還するところまでが祖国防衛戦争になるわけですが、逆にロシアにとってはクリミア半島こそ固有のロシア領と認識されているため、ここに対するウクライナ軍の攻撃は本土侵攻ということになります。ロシアはかねてから本土が攻撃されたなら核兵器を含むあらゆる手段を持って撃退すると明言しています。だからこそアメリカやイギリスといった好戦的な国でもウクライナ側に供給する武器は慎重に検討を重ねて、ロシア本土を攻撃できないようにと短射程のものに制限していますし、例外的に供給する長射程の兵器はロシア本土を狙わないことを制約させていると言われています。初めての著書、知的な雑談力の磨き方が発売になりました。学ぶことと話すことは相関関係にあります。だからこそ、大人の学び直し TV をご覧になっていただいているあなたには、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
初対面だと話しづらい、緊張してしまう、なんだか会話が続かない、そういった悩みはこの一冊でぜひ解決してください。概要欄のリンクからチェックできるのでぜひ読んでみてくださいね。反攻作戦が進んで南部でロシア軍が撤退するにつれて、徐々にロシアが本土だと主張しているクリミアが近づいてきています。この件でアメリカやイギリスがどこまで本気になり、ロシア本土の攻撃を回避させるのかは疑問視されますが、ウクライナ軍の反攻作戦の先にはとにかくクリミアの奪還、つまりロシア本土への攻撃があります。これは一体何を意味するのでしょうか。それはロシア・ウクライナ戦争がロシア軍の大規模な後退・撤退という新たなフェーズに入ったことで、その過程で発生するかもしれない大規模な原子力災害や核戦争など究極のグローバルリスクが無視できなくなってきたということです。歴史を遡れば、1950年の朝鮮戦争では、戦争の渦中にトルーマン米大統領が核兵器の使用もあり得ると示唆したことが全世界を驚愕させました。アメリカはこのわずか5年前、日本の広島と長崎に原子爆弾を投下していたからです。この恐怖の兵器をまたしても使うかもしれないというトルーマンの発言は、アメリカと戦争をしていた中国と北朝鮮だけではなく、アメリカ同盟国のイギリスすらも驚かせ、それを止めるように急いで動いたということもありました。また1962年にはアメリカの喉元にあるキューバにソ連の核ミサイルが配備されたことで、米ソ冷戦の緊張感が頂点に達し、世界は核戦争の危機に恐怖したわけです。この他にも地政学リスクがくすぶります。ウクライナでの戦争の影響で中東の軍事バランスが崩れていて、イスラム圏が激しく動揺しているのです。かつてよりロシアとの協力関係を築いてきたシーア派諸国の動揺は特に激しく、イラクやシリアなどの権力構造に変化が生じているようで、内戦や内紛の危険性が懸念されています。こうした好機を逃すまいと、イスラエル軍はシーア派の勢力に攻撃を仕掛けていて、シリア領内にあるイラン軍の拠点に爆撃を実施していると報道もされています。シーア派勢力に対する圧力をアメリカやイスラエルの側が続けていて、かなり功を奏しているという点は見逃してはならない事実です。これはウクライナ VS ロシアという戦いだけではなく、アメリカ VS ロシア、つまり資本主義 VS 社会主義という歴史上長年争ってきた戦いでも窮地に追い込まれつつあるということだからです。今回のロシア・ウクライナ戦争が核の悲劇を避けられるとする根拠はありません。プーチン政権とロシア軍の上層部が追い込まれ敗北を宣言するくらいならというタイミングでどのような決断を下すのかは誰にも分かりません。このように物価や金利、為替などの経済問題について非常に頭の痛いこの時期に、これら地政学リスクもまた台頭して世界をさらに不安定にしようとしています。それらの危機を回避する手立てがどの国にもあるわけではないという点は、投資家のみならず多くの人が理解しておくべき今の世界情勢だと僕は思います。さて、大人の学び直し TV には他にも経済や世界情勢に関する動画もあるので、ぜひもう一本見て学びを深めていってください。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。